はい。じゃあ、なんかまだ言い足りなかったことある人とか、一周回ってみて、なんか言いたいことは、聞きたいことを思いついた人いたら、その、お伺いしたいと思いますけど、あります？大丈夫ですか？はい。そしたら、今日もですね、こうやって、一人、メンバーの中で、着服成就したという、方が現れまして、誠に次の目標としていける、活力をいただいたと思います。そういうことでですね、7月はとにかく招待業は、1時間は最低させていただくと。で、これは別に招待業をやれば、もうそれでよしとするわけじゃなくて、当然その招待業とともに月収着服は続けることは当然のことですから、しかしその招待業が1時間は絶対にこれは達成するように頑張りましょうという月ですからね。だから一つこれは根本にして頑張ってまいりましょう。そういうことで、これからもまた。で、次回は直近で言うと、8月の、堀野さん、ちょっとなんか喋ってください。あと、佐々木君、マイクをミュートしてください。佐々木君、マイクミュート。マイク、はい。佐々木君です。今、お店の中なので、一言でいいですよ。お疲れ様です。このまま大丈夫ですか？いいですよ、喋って。はい。すみません。秋葉原に今、小倉さんに、ちょっと私、一人で首都圏歩き回るの無理なんで、今日、小倉さんについてもらって、活動させていただいてます。すごいね、すごい植物精神ですよ。いや、本当にちょっと念願だったんですけれども、なかなか出ていいもんかどうかわからない状況だったんで、でも、小倉さんの言った通り来たら、本当に検証官が至るところにいたので、それなりに話ができたところなんですけれども。話できた、少しは。そうですね、長く話せた人も中にはいるし、やっぱり男子部だと結構、話が広げるんで、向こうが。婦人部だともう私たちに構わないでってなっちゃって、短時間で終わったんですけど、これそれでもちょっとこっちがしっぽく話しかけたりはしたんですけども、最後警察呼ぶからねって言われるから、ちょっと早めに退散したりとか、その場の対処で、ね、しながらなんですけども、すいません、豊田さんに長らくご挨拶してなくて、ミーティングとかも遅れちゃってすいません。なんだっけ？最強コンビ、最強コンビ。すごいですよ。この中でね、やっぱり現場で戦うっていうのはものすごい志ですよ。でもありがたいです。ちょっと一人で躊躇してたので、本当に感謝です。このね、陰徳は、こうやって陰徳を積んでいただければね、必ずどっかで欠場者が出ますから。そのやっぱり戦いが尊いと思うんです。ありがありとうがとごうざいございます。ます。こちらこそありがとうございます。はい。じゃあ、しっかり食って戦ってください。ちょっとこれからこれ よろしくお願いします。ありがとうございました。食ってください。お願いします。来週よろしく。ご苦労来さんで週よろしす。く。お願いいたします。高橋さんも参加するんだね、今度。すごいですよ。いや、楽しみです。そういうことでね、本当に尊い。で、このままですね、直近で言うと、8月の、第1週の金曜日ですか、この間送ったように、なんたって1年間で地区で100所帯、100人決めたという、すごいウルトラ地区の、パワーあふれるメンバーたちとの交流のミーティングが、8月の第1週の金曜日にやらせていただきます。いや、もうね、やっぱり底抜けに明るいっていうのが、やっぱりこれが秘訣かなって思いましたね。明るいですよ、ひたすら明るい。それからやっぱり我々はそれ学んでいかないとね、本当に現実に100人をですよ、1地区で出すっていう、
こんなすげえ方々が交流してくださるってわけだから、やっぱり謙虚な気持ちで、我々もとってもだけど数字がもう全く追いつかない状況になっちゃってますから、やっぱり学んでいきたいと思います。そして、送りましたんでね、肝心の本尊症の第2週の、確か第2週の、土曜日13時から、あ、これだね、あ、もう言いますね、という6日の金曜日がのその底抜け明るい100初代達成メンバーとの交流ミーティング、夜19時からですね、金曜日19時。それから、14日の、午後1時から、肝心の本尊症の続きをいきます。そして22日の、日曜日、また今日と同じ13時からこの全国ラインの方をやりたいと思います。なので、まあこれちょっと支部行事ともし絡んだ場合は変更しますけども、とりあえず絡んでない場合はこのままいきます。なので、まあ、あと半月お互いともどもに1時間正代をなんとかこの達成しつつ、そしてなんとか自分のやれる範囲の中でなんとかこの下手を重ねていくと。それと先ほども冒頭でね、蓮華ちゃんに言ったみたいに佐々木さんも参考にしてくれたように、いわゆるリモートでも十分皆さんの釈服対象者とこの僕は釈服応援ができるという実例が出てきましたから、まだそこからは欠場してませんけども、でもそれを参考にしていただいた佐々木くんのとこから一人欠場が出たということは、何らかのやっぱり影響としては活用できるという道ですので、だからコロナ禍だからといってリアル釈服ができないことはなく、ちゃんとこのリモートを活用すればいくらでも皆さんの信頼者対象者と私と手を合わせて釈服ができるということだと思います。実際何件かやってみたけど思ってるよりはインパクトがありますね。もっとこの薄いものかと思ってたら、いやいや、ちゃんとリモートでもしっかりこの心を込めて話せばそれなりのインパクトはお互い向こうも感じてるはずだし、こっちも相手のいろんな心というものがちゃんとやっぱ伝わってくるっていうことが分かりました。でそういうことではもっともっと積極的に私を使っていただきたいと思います。ということで今日はこの辺で、おしまいにいたします。ご苦労様でした。またよろしく、頑張りましょう、ともどもに。はい、じゃあに、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご苦労さん、どうも。